方にしてみるとちょっとやっぱこう遠く感じるというか、聞き慣れない音楽だと思うので、聞きやすいところから聞いていただいて、自分の演奏を気に入っていただいて、またじゃああの人だったら聴いてみようと思われ思っていただいてで、そういう時に、まあ、現代音楽ならこういうのもありますよっていう風に、まあ、演奏家として聴いたことない音楽を聴いて紹介していくっていうのも演奏家の一つだ、あの仕事の一つだと思うので、そういうスタンスで。